姉さん、こいつは一大事だぜ。まさか敵か。ああ、こいつは強敵だぜ。今までやり合った中でも一二を争うある意味最強の敵だ。油断したか、ここまで接近を許すとは。みんなに声をかけてくれ。ちょい待ち、ちょい待ち、そんな大声出すなって。敵さんじゃないんだってば。ビエさん、この村には天然の露天風呂があったな。こいつがまた立派だのなんだのって。それが大騒ぎの原因か。行軍中に湯浴みできないからといって騒ぐほどのことか。だからさ、今しがたお嬢さん方全員が入浴しに向かったわけだ。だったらその後入ればいいじゃないか。あー、ここまで来ると天然なんて言葉じゃ足りないな。レオ君も男でしょうに。温泉だぞ、温泉。それも露天とくれば言わずもがな。さあ、何をすればいいですか。お答えをどうぞ。答えと言われてもな。そうだな、温泉卵はなかなかいけるぞ。温泉卵は最高だよな、特にあのトロッとしたところなんて。うえ、女性陣が入浴中でもって露天風呂なんてシチュエーションがあったら、やることは一つだろう。ウィンフィールド、まさかとは思うが、止めても無駄だろうけど、一応止めておく。そんなことをしても痛い目を見るのがオチだぞ。イカ様、お嬢さん方がただもんじゃないってのは分かってるさ。障害があればあるほど燃えるってもんよ。貴様ら、こんなところで何をしている。お、いいところに現れたね。女性陣があれだけ仲がいいんだ、俺たちも信仰を深めないといけないよな。何を企んでいる。さーて、レオンハルト君、これから俺たちが仲良くなれるか、それは君の決断次第だと思うんだがね。ほどほどにしておけよ。ちょっと待った、今さら逃げ出そうなんてそいつはないぜ。ここまで来たら一蓮托生、知っていて見逃すのは同罪だぜ。いざとなったら。わかったわかった、近くまで一緒に行く、それでいいだろう。仕方ない、そいつで手打ちにしとくか。無論兄さんも来てもらうぜ。またよからぬことを考えているようだな。いいだ、貴様の悪行ここで暴くとしよう。そうとなったら善は急げ、思い立ったが吉日、うまいものは酔いに食えだ。よっしゃ行くぞ。気持ちいいな。久方ぶりの湯浴みじゃからの温泉、それも露天となればまた格別じゃ。これで酒でもあれば言うことはないのじゃがな。ここのお風呂は弱アルカリ性だね。お肌に優しいからゆっくり入ってても大丈夫よ。打ち身とか切り傷にいいしね。へえ、あんた詳しいな。さすがにいろんなところを旅しているだけのことはあるね。大変なことなのでしょうけれど、憧れますね。このような楽しみもあるんですもの、羨ましいですわ。うっしょー、こいつはすげー。本当、生きてるって素晴らしい。貴様、まさかこのようなこと。おっと、大声は出すなよお兄ちゃん。もしこの状況を見たら、大切な妹子はどう思うかな。卑怯な。諦めな。まあいいじゃないか、こいつは男の特権だ。せいぜい楽しまないと損だぜ。
なあ、レオンハルト君。ついてくるとは言ったが、覗きに加担すると言った覚えはない。それじゃ共犯にならないっしょ。ダメダメ、俺、二人ともしっかり見なさいっての。うひゃー、すごいね。まさに極楽天国パラダイス。これでもっと近くに行けて湯気がなければ。にしてもほんと最高。もういつ死んでもいいくらい。てか今の俺には呪いも通用しないってか。行くぞ。いいのか、放っておいて。構わん、それより急ぐぞ。ねえねえ、見てよフューリア、すっごいよねピラロアって。まああれだ、成長すればそのくらいにはなるもんなんだよ。そっか、やっぱりレオも大きい方が好きなのかな。さあどうでしょう。小さいよりは大きい方がいいんじゃないの。エリス、ボーグナインはいますか。うん、言われた通り見張り役になってもらってるよ。でしたらあの茂みに向かわせてください。別にいいけど、どうして。エリス、言う通りにしときな。またゾロ、悪い虫がおるようじゃからの。しまった、しくじった。覗きだ、捕まえろ。いや、さっきまでレオ君もゼルバ君もね、あの二人が首謀者。いや、本当に。ボーグナイン、引きなさい。逃げても無駄だ、おとなしくするがよい。いやー、ダメー、お助けを。